お疲れ様です、吉田さん。まあ多くの人に同じ商品を一つのアプローチで売るのが難しいのは、おそらく多くの人が解決したい問題と解決した後に、まあ進みたい目的が違うからなんでしょうね。やっぱね、お金の問題解決っても多くの人がお金の問題解決したいけども、ある人は税金の滞納に対してお金の問題解決したいし、ある人はもっと欲しいものに対してお金の問題解決したいし、ある人はね、自分に投資するお金が欲しいというところで、やっぱりね、お金の問題解決をした後の世界がみんな違うから、アプローチを変えていかなくちゃいけないでしょうね。まあでも、ワントゥーワンと言いますかね、一人の人に対して関係性構築して、その人に問題解決を提起する場合、その人が一体これから何を求めているのかってことがね、アンケートしやすいんでしょうね、1対1だから。でやっぱり視聴者さんとかね、マーケットの声聞くというのは非常に大事で、そこに信頼が生まれて、信頼の次にセールスがやっと成り立つのかなってことですけども、最近ね、ビッグモーターっていうね、中古車販売最大手がやっぱり不正を繰り返していたってことがやっと取り上げられて、大きな波紋を呼んでるってことですよね。ただこのビッグモーター問題はね、少なくとも半年前とか1年ぐらい前から、やっぱこう YouTube 界隈とかね、インターネットの世界ではかなり有名なことでね、ビッグモーターに行く人はテレビメディアしか見てない人とかね、テレビ CM ぐらいしか自分が受け取れてない人なんですよね。で、ビッグモーターっての店舗もいっぱいありますし、でかい敷地やってるんで、やっぱ一定の信頼関係があるわけですよ。で、実際ビッグモーターっての不正をする前は、ものすごくお客さん目線で信頼関係を構築するために一生懸命布陣してきて、で、強い信頼関係を作ったマーケットに対して仕掛けてきたってことなんですよね。具体的には代表者が変わった時から利益至上主義になってきて、もうお客さんが車を見に来たら、とにかく鬼セールスして買うまで返さないみたいなね、押し売りみたいなこともあったし、それから買い取り査定もめちゃくちゃおかしいみたいなことがあってね、一旦は高額で引き取るんだけども、後からなんか傷が見つかりましたとか言って返金要求したりね、まあひどかったらしいですよ。中にも車検っていうのがもう2年に一度みんな持ち込むわけじゃないですか。車検の時に修理費用をかさ増ししたりとか、部品交換を実際はしてないのにしたというふうに、まあ、見積書書いて不正請求したりとかね。で、意図的にビッグモーターの社員さんとかが車、お客さんからお預かりした車を壊したりとかして、それを保険会社に請求して、保険金詐欺を繰り返したりとかね。でも分かってるだけでも不正が全体の4割以上になってるらしいんですよ。で、しかもその体制に嫌気がさしてね、辞めた社員とかからの声も結構上がっていて、もう本当具体的に上司から部下に、先輩から後輩にっていう風な不正の指示がなされてたらしいですよね。いや本当に参っちゃいますよね。で、私たち車検に出して帰ってきたら見積書の通りにお金払うしかないですからね。だから相当ですよ。自分で車検できるようなレベルの人が車検に出した時に気づくぐらいなんで、もうやってられないですよね。ビッグモーター、不正もビッグだったというね、ことでございます。お疲れ様です。